ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。牛島レコード店です。 And on drums Mai、 ボーカルギター小泉、バンドマスターボーカルギタートシ、私はベースボーカルの渡るです。みんな楽しんでね。はい、さあ行ってみよう。
レコード店と申します。よろしくお願いしたいと思います。先生、3年ぶりに、やることになったんですけどね。長かったですよ。本当にね。もううず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 しておりましたけどもね、そればっかりしょうがないってなことで、やっと今日の日を迎えることができました。ありがとうございます。なんかいろんなことが起きてますけどもね、今日は久しぶりの、 ライブっていうことなんですけども、初めてのお客様も大変、ね、いっぱいいらっしゃっていただいて本当ありがたいなと、常連さんも半分ほど、ね、初めてのお客様も、ね、いらっしゃって本当、やっぱりここで、ちゃんと牛島レコード店の紹介をしなくちゃいけないなと、いうようなことで考えて来たんですけど、とりあえず、バンド紹介よりもまずはバンドのテーマソングでも作ってみようみたいなことで、ちょっとテーマソングを作ってまいりましたんで、それをちょっとやってみたいなと。あ、帽子は？あ、これも？うん、これもなんかこう、あ、あるあるバンドの説明とこの帽子とかはあんまり関係ないんですよ。怪しい、小泉さん。怪しい。怪しい。ありがとうございます。かなり怪しい感じでですね、悪魔的に行きたいなと。今までの牛島レコード店をですね、一掃するような怪しい曲を作ってみましたんでね、聞いていただきたいと思いますけど、こんなやつも被ってみてみて。なんだかよくわかんねえな。やってみようか。やってみよう。サザンガー。Oh, it's called Sushi Reco Japanese L.A. L-A-S-H-I-R-A-C-O U-S-H-I-R-E-C-O あれ？ウシレコ？少しでも伝わったでしょうか？なんでしょうね。私事でございますが、昨日お誕生日ですね。昭和天皇、昭和の人なんですけどね、64歳になりまして、一人で平均年齢を上げてますけどね。まあ、ただ3人ともみんな還暦過ぎちゃったんで、やっと楽になってきたんですけどね、うん、ドラムの舞ちゃんだけがギリギリ、30代ということで、そもそも20年近い付き合いなんですよ、バンド結成して。当初はですね、永遠の二十歳というキャッチフレーズ、永遠の二十歳舞みたいなキャッチフレーズだった。もうそろそろ2回目の、成人式を迎えるという。多分この後2回目を迎えた頃には、御所のマダムみたいな、そんな感じになるんだよね。無理ないって思ってます。やっぱりね、あまり無理するとね、はい、痛いものがあるからね、まいちゃん。はい。はい、今さすがに2回目の還暦はないですね。あんただばできる。さあ次の曲いきましょう。カリフォルニアの、あ、にゃんにゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん、にゃんにゃんにゃんの青いさん、よし。
つけてたっていう。そうか、俺は初めて。主役はこちら。ロイ・オービソン、Pretty Woman。低音が魅力です、皆さん。五所野のフランク永井と呼ばれてます。それでは、カリワノが生んだ KO ボーイ、こうちゃん歌います。プリズムは聴いてください。Thank you.
低音の魅力に惚れ込んだでしょ、皆さん。こういうところでサングラスをかけるとですね、歌詞カードが見えないんですよ。見れた。見れた。さも当然のようなこと言っていますけれども。
なかなかこの緩急取り合わせっていうのは大変難しいんですよ皆さん。いいぞ自分で言う。1曲ずつ合間合間にメンバー紹介入れていきますけどね、オンベースこと渡る、皆さん ご存知だと思いますけどね、日曜日の6時から毎週テレビに出てます。その情報か友蔵という名前でね出てますけどね。20年くらい言われてるんだ。まる子よ。心の俳句みたいな。まる子のおじいちゃん後藤太。はい。行きますか。よし。はい。This time is gone.メンバー紹介ね、最後僕ですけどね、横手の生まれなんですよ。横手といっても、平賀町ですけどね。そこ笑わない。今日はたまたまというか、ヨウちゃんの後で登場するエルヴィス・ヨウの、お知り合いの方がね、横手からもいらっしゃっていただいてですね、本当にありがたいです。そしたら、何とかも知り合いだったとかってね、飽きたすめな、これにね、本当、びっくりだ、うん、今後ですね、横手に進出したいと思いますので、よろしくお願いします。あ、いいっすね。はい。
羽根さんが羽根そうそう、みんなしてみんなして、うん、バス借り切ってですねいいね、いいどうぞ来てくださいお願いします。ただねまあ、やっぱこの年になってもやっぱりそういう楽しみだけはですね忘れないように、行こうと、大事じゃないですか皆さんそういうの、ね、大事大事、はい、頑張ろう還暦に負けるなあ違うさあじゃあ次ディジャーチルドね、歌う前に咳払いする。すみません。俺も。より出てくるな。おじいちゃん。頑張れ。頑張る。行くよ。はい。やった曲で知らない曲はありましたか？知らない曲ありましたっていう人は手を挙げてください。自分の店。マジかよ。みんなが知ってる曲だけをやろうというコンセプトでやってます。知らないっていう曲があったら次回やめるという掟がございますので、後でアンケートに書いてください。アンケート用紙に行ける。次はですね、みんな知ってるカントリーロード、誰もが知ってるね。え、知らない雰囲気かもしれない。やめるか。やめるか。ダメじゃん。行くよ。はい、ゆっくりね。ゆっくり。Almost seven whispers in it.
ということで最後の曲いきたいと思います、コットンフィールズで締めたいと思います。ありがとうございました。Bye.
アンコールの返事が早いバンドとしてギネスに乗りたいと思います。じゃあアンコール期待します。ラストング Yeah, I'll never